ああ、ビビった。なんなんだよ。この後しばらくして、将軍すき焼き、おら、なんだこれは。ガラス、オロチ、バリバリの術を信じなせ、何者も寄せつけぬという理屈じゃ。お前の強さは無意味ってたんなら、よく知ってるはずさ。悪魔の実という能力者か。キャッキャッキャ。そうさ、この国ボデン、怒りと暴力で解決。オロチ、おっしゃらしいな。俺が帰ってくるまで将軍の座を俺に渡せ。そんな偉いものになる気はなかったが。いや、ところが、なぜ生きて、死に何をした。本当に病で死んだのか。破天荒に育つも、栗の大名となり海へ飛び出し、また。